曜日です。もったいないこと。この前ね、病院に行ってきたんで、無理だ。たけしが動きますよ。おはよう。おはようございます。はい、待ってますね。猫ちゃん待っててね。ななちゃん、熱測った？ななちゃんね、昨日熱があったんで。熱測った方がいいか。あっちでも一緒やな、美味しいもんな。大丈夫。大丈夫やった？でも、もっと頭が痛くなる。手を洗う、ついでに。重たいんよね、猫の砂が入っとったら。私じゃあ、持てなくなっちゃうのよ。多分、廊下に2袋あるから、ななちゃん手伝ってくれる？ななちゃんはね、言ったら何でも手伝ってくれる。言わんでも手伝ってくれる時もあるから。すごいよね。もね、半分以上はその理論を思う。なんか、見せましてない時は人形ね、かけてきてあと人形が暇してるから携帯一緒に見さして大変やな。みんなで携帯見せて。結果待ちじゃあご飯に行きましょう。ママはね、お腹が痛い原因、ご飯が空いたかもしれん。ご飯が空いたって何やねん。お腹が空いた。準備するでしょ。ありがとうございます。おはようございます。日曜ブログです。わー、魚だ。オムライスもある。やっと天才的。ご飯を食べていこうと思います。やめてください。これまた忍者風呂。あー、来ると。味噌汁あるやった。あー、ヤクルト美味しい。5000がいいよね。うん、売り切れてると思う。そうやね。どこかに売っとったらな、見つけたら教えてな。パーキングとか行ったらありそうやけどな。もう全国にある。はい、どうぞ。いただきます。もしかして あと2週間ぐらいしたらお雑煮が食べれるんじゃないですか。お雑煮って何ですか。餅が入ったお味噌汁ですよ。お正月になったらね。え、じゃあ学校でも出るんかな。うーん、うまっ。お腹が強い。うまっ。見て、食べた。ごちそうさまです。しっかり食べてください。おキャベちゃんです。無理でした。あの巨大なの1個食べたよ。ええ、ごちそうさまです。あの、こっちうんち、うんち、私もうんち行きたいねんけど。つれ、そこはママのお化粧場所。風伝会。横向いてみたら片目だけ視力悪くなる。なんとやっぱり子猫ちゃんにですね、アップルの純正のイヤホン噛みちぎられまして、もう一回買いました。2800円。ココロ、僕ヒロとのコラボが来てからさ、フォートナイト起動した、金取るらしいです。ななちゃん、はいどうぞ。今日の予定を見てみましょう。いつも通りね、 TikTok ライブで編集作業しようかな。でその時にななはに雲を出せます。ココロくん、この前ヤフオクで靴が売れましたね。それでまだ入金はないんですけど、今朝とミミネとリュウちゃんの靴はもう発送しました。お金をね、全部渡すっていうのはしないんで、会社の方にお金がいっちゃうから、はい、ココロくん。そう、
お好きにお使いください。いいのですか？どうしてもこれ欲しいって言われた分があったら買ってあげんねんけど、とりあえず現金支給として見てもお渡すかい。さあ、それで何をしたいですか？座りと、うん、座りと、そんなとこに置くな。これあげるから金で釣んな。何でこいつ。というわけですね、どうぞ。なんか持ってきた。なんだなんだこれ。なんか持ってきたで。なんだなんだっけ。ピンキピンキピンキ。早速行く。早速行っとく。あ、ちょっと待って。大丈夫、うんち入ってない。あぶチャラチャ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 。とりあえずこれでいい。イエーイ。行くかな。これでもちょっと邪魔。これがちょっと邪魔やな。こうどうにかする？どうする？どっかに出す？どっかに出す？もういらんもん捨てやんなな。誰がグラグラしているデブゴンは？コロくんです。タイピングをしているだけなのに傷だらけです。ブワーッと飛んでいくから。猫ですね。ヌコ様たちですね。はい、ナナちゃん今荷物を置いていってます。荷物。はい。張り切っております。ナナの部屋を片付けてですね、かわいいそれ。メルカリで出品するものを出そうかなと。ああ、なるほど。ものすごく邪魔なテントができました。え？ママには全部完成してから、荷物を運び込んでから見せるそうです。わかりました。あ、でも寝るときにね、ぬいぐるみが邪魔にならないんでいいです。いいですね。50体ぐらい置かれるんでね。ナナちゃん体調大丈夫になりました。何ですか何ですか。ぬいぐるみまだたくさんありますけど、そこ。え？黒み部屋になってる。いや違う、画角入ってないし。ママ入ってみてよ。これ色一緒やん。ああ、いいやんいいやん。狭いの嫌。一体化しとんねん。これ太陽当てとった方がいいよな。そりゃそうよ。いただきまーす。ブーブーか、こっちに。はい、ナナちゃん大変です。ブーブーいらない。ナナちゃん、韓国キムチだって、本場のキムチって感じ。うまそう。いっぱい食べてください。続きは普段の様子で。うん、大丈夫。行ってきます。じゃあね。整理券取らなくていいです。これ学校のバスにしよう。ここや、ね、このまま頑張って神戸まで行きます。ちょっと用事で、はい。今から1時間かかるから、ゆっくりしときよ。1時間もかかる。俺と二人旅初めてやな。すごいな。ポートライナーに乗り換えます。三宮です。三宮です。ポートライナーっていうの、外のエレベーターすごいな。エスカレーターや。人多いな。あれ、なんかやってる。はい、はい、北埠頭っていうとこ行くぞ。初めてガンちゃん聞いた。出てきた。寒い。ポートライナーです。どういうのかなって。オスカお客様にお願いいたします。お年寄り、体の不自由な方や赤ちゃんとか。おお、よう知っとるな。まっすぐ帰るか。疲れた電車。生帰ろう。どうせ。それラーメン屋でもらったやつな。ならお薬飲みましたか？飲まないんですか？何買ってもらったんや。コーラとバス。結構な人おらんかった。あんた宿題全部もらったやな。うん、はい。ゼロなった。よし、Xマッチして。お、行ってこい。ポイント2000超えます。はい、頑張って。さあ、みんなに上がってこいと言いました。はい、はい、何分で上がってくるでしょう。全員次の撮影が控えてるんで、今日もう一本撮影、メイン撮影する予定なんで呼んで。はい、みんな撮影切り替えます。Vlog どうしたんですか？
猫の薬はやりました。生ガキ大丈夫、よかったよかった。うちごやきたい。そう、おっさんが言うセリフやで。寝ておりますね。大丈夫か、母ちゃんきつそうやな。胃もたれがすごいね。トワニーに現状どう。トワニーに、トワニーの時間を1時間買います。いくらで購入してくれるか。トワニーはいくらやったらいいか。はいか、いいえで答えて。1時間1円で遊ぼう。いいえ。1時間50円。俺がもらうけど。いいえ、いいえ。じゃあ1時間100円。だからそれ乗せて。いいよ。じゃあ1時間500円。あ、まあいいよ。500円検証結果。他の人にもやってきます。500円でよかった。ラッキーやな。500円ないからさ。いらん。ってことは、別にそうやって相談せんでも、ちゃんと頼めば0円でよかったと思う。いや、いつも金払ってないやん。普通になんか。金払って遊んでもらったみたいな。うん。普通に聞くやつって言ったら、この聞かなそうなこれを紹介してくれました。じゃあね、フェミネを置いとましますね。見てままレイちゃんベイシト。おやすみみみ。レイちゃんベイシト。レイちゃんがベイシト。どうしたん。逆手バイバイ。あ、ありがとう。なんて。なんて。なんて。いいえ。なんで。だからポケる。誰が浮気。なんでやってんの自分の。